卵巣癌治療の副作用について卵巣癌とは、子宮の両脇に一つずつある親指大の卵巣内の細胞が無秩序な増殖を行うことが原因で発症すると言われています卵巣に腫瘍が形成されたからといってすぐに癌だと診断されるわけではありませんが進行する段階で腫瘍が体の他の部位にも転移する可能性があります 卵巣癌の治療による副作用などを最小限に抑えるためにも、診察や全摘で手術は資格と経験のある専門医が行う必要がありますが、本記事でご紹介するような治療段階での副作用は避けられません。外科的介入による副作用。ここでは、卵巣癌患者が直面する可能性もある不快感や副作用。 またその影響について説明します。麻酔の影響。すべての外科手術に使われる麻酔治療は、何らかの不快な副作用を引き起こしますが、短期のものから中期のものまで深刻ではない副作用も多くあります。全身麻酔が引き起こすおの,の影響には、心臓の問題、血栓、出血及び感染症などがあります。 身体への影響。手術中には、膀胱、血管、胃腸、及びリンパ節を含む体のある特定の部分が直接影響を受け、場合によっては骨盤内にあるリンパ節を除去する必要が生じます。この場合、リンパ系が崩壊して、足に水分が溜まり、リンパ不腫を発症するリスクが高まります。 卵巣癌の腫瘍を除去する手術中に、腸をはじめとする腹部器官のある部分を除去する必要が生じる可能性があります。また肝臓、胆脳、または膵臓の一部を除去することもあります。また手術の状況によっては、女性は妊娠する能力を失うリスクが伴うため、手術の前に適切な計画を立て、将来妊娠するために、 卵子を保存します。化学療法の影響。化学療法の影響は、使用する薬によって異なります。一般的な副作用、全部または一部の脱毛、過度の疲労、赤血球の喪失によって起こる出血及び感染症、貧血、吐き気、嘔吐、下痢、水のようにひどい下痢、口内炎、 味覚の喪失または味覚の変化、末梢神経の損傷による痙攣やうずき、耳や筋肉の軽度の痛み、皮膚の赤み、黒ずみ、炎症、一般的ではない副作用。視界のぼやけ、低血圧、腹痛、アレルギー反応、頭痛、偏頭痛、放射線治療の影響。放射線と化学療法の効果や影響は同じなので、 放射線治療を受けている患者も消化器系の問題を発症するリスクがあります。卵巣癌の副作用を軽減する自然な方法。卵巣癌をはじめとする対抗性疾患を発症した時に効果を発揮する自然療法をご紹介します。ある特定の食品やハーブは、卵巣癌の治療で生じる副作用のいくつかを軽減する効果があります。 詳しく見ていきましょう。はじめミントティー。ミントティーに含まれるアラガ酸化作用は、免疫システムを強化することで、卵巣癌などの病気を予防します。また卵巣癌の副作用の一つであるいの症状を和らげる効果もあります。材料。ミントの葉なじつまいはじめじー。水。1カップ。 250メートル L 蜂蜜またはレモン果汁、味付けに。作り方。火からおろして抽出します。お好みで蜂蜜またはレモンを加えます。2. 椎茸。 シイタケをはじめとするキノコには、ある特定の癌を抑制する作用がある化学物質でアルベータグルカンを含んでいます。シイタケが卵巣癌やその他の疾患を治療する自然療法に用いられているのはそのためです。材料。シイタケ、新鮮なもの12個、春玉ねぎ、シャロット1株、ひまわりオイル、大さじ 15G ロメインレタス、 こいちこレモン果汁、大さじ2、30メートル L。醤油、大さじ2、30メートル L。作り方。椎茸の軸を取り除いたら薄切りにします。春玉ねぎをみじん切りにしたら、椎茸と一緒にシーソルトで味付けをします。 フライパンなどで玉ねぎと椎茸が黄金色になるまで炒めます。レタスを除くその他の材料を混ぜて具を作ります。レタスをきれいに洗って乾かしてください。すべての材料をサラダボールに入れたら出来上がりです。